はい、どうも皆さん、こんにちは。ワミです。今回はカートハングタッグ杯というフレ戦みたいなものに参加させていただきましたんでね、まあ一応動画も撮ろうかなっていうことで今撮ってるんですけど、このフレ戦はカート勢とハング勢、まあそんな感じで、カート勢とハング勢でタッグを組んで、1、2グランプリ目は、その、おのおのね、カート勢はカートで、ハング勢はハングで、ハングで走って、で、3グランプリ目だけ、カート勢とハング勢のカスタムを丸ごと入れ替えるんですよね。で、それで3グランプリの点数は得点が2倍となって、最終的な合計点で、まあ、勝敗を競うみたいな、そんな感じのね、企画なんですけど、楽しそうだよね、本当に。楽しみでしょうかね、俺は。うん、まあ、相方はね、赤ゼピさんなんですけど、まあ、もう、この方はね、もう本当に、かなり交流が深い方でね、まあ、普通に動画見てる方は知ってんのかな、俺言ったっけ、わかんないけど。まあ、でもかなりだよ、本当に。マリカ始めてから、始めた瞬間からみたいなもんだからね、赤セピは。始めた瞬間からもうずっと知ってるみたいな、そんな感じだから、俺らは。うん。なんでね、この絆をね、生かしてっていうのはおかしいけど、まあね、頑張って1位をね、狙おうと思いますよ。はい。じゃあね、合流するまでカットしまーす。はい。はい。じゃあ合流できたんでね、はい、やっていきたいと思います。はい。そうだなぁ、ちょっと。まあ、1、2グランプリ目はね、いつも通り普通なんでね、まあ大丈夫かなとは思うんですけど。ちょっとね、今ね、この時間ね、日本代表 VS 世界代表っていうか、なんかそんな感じのね、ワールドが、まあ、日本を倒すためにやって、チームをね、組んで、やってるってやつをね、見てるんですけどね、見ながらやってるんでね、ちょっとおおとかね、変な声が出ると思いますけど、ご了承ください。ほんとさ、企画に集中しろっていうやつね、ほんとに。音はね、出してね、いったー、もうやだ。誰やねん。おい。よいしょ、イエーイ、ラッキー、いけ、なんでや、当たれ、当たらんか、くそ、ミドさーん、あぶね、怖っ、キルリアさんやめて、俺来るか、もうやだー、キルリアー、接点ないけど呼び出しってなんで、呼び捨てにしてくさいでね、ほんとに呼び出しって何、ほんとに学校じゃねえんだから、うわ大丈夫かな、早いとこ前行ってね、邪魔、危ねえ、あ、落ちた、パカ、危ない、後ろ赤じゃなかった、あ、てか俺ゴールドじゃねえじゃん、ゴールドカイドじゃねえじゃん、バカ、もうやだもうやだ、俺もやりたくないやだー、もうやだ、もうなんでこういうことしちゃうかな、本当にちょっと本当に
にさ、こんな見てるからだよな、本当に。こんな見てるからだよ。俺1位なんでスイキャに行きましょう。もう本当にさ、なんで。もう、やだな。ねじまんかもね、もうやだ。ねじりまんでしょ。ああもう。ウサギさーん、ちょっとやめてよそういうの本当に。えい、あクソ、ゆくられた。あ、待って、企画やめて、危ない。コインないか、危ないな。6枚か、まだマシか。誰これ、あーもうもうなんでよ、誰だよ。あーもうプリンさん、待って、今の赤セピじゃね。ちょっとしょうがないな、ケツに当たってそのケツを俺が食べちゃったんだからしょうがないか。ほら当たらんよな。いらないんだけど、マジで。うわ、怖っ。え、どこ行った、どこ行った、どこ行った。もう、もう謎、全くわからん。あ、無理だ無理だ。もう何がしたいのかわかんない、マジで。でも赤セピ前の方にいるな。スターか、怖っ。マジスターって神だよな。ユーヌさん、あそこにいる。あーもう抜かせないよな、さすがに。あーマジかよ。ちょっとキリリアさんのとこがワンツー取ってんな。まあでも総合的に見れば普通にいい方かなってね、思うけど、どうなんだろう。どこ行こうかな、俺何だっけ。7?7 じゃないよな、9ぐらいだった気がする。確か9だった。9で赤セビが4ならドルミサとかかな。今日 D のね、電源つけてないんでね。電源ってか切り返しやれないからさ、まずい。ミューパか、まあまあだな。はい、ここよーし。
うわもうやだやだ、あーうわもう何それ当たんの、聞いてません。さすがに鍵盤は行かないわ。あこっちは行く。あ無理だやっぱり。Gフォースじゃねえと無理だ。BF じゃ無理なんだよねマジで今の。あ赤ずきたよかった、パッと、えいすまん、めっちゃ怖かった。何してんだろう、ウサギさん。えい。おおもうバカバカ。おお。えい。緑かよ。もう一回やだ。イカの対処法最近知ったわ。早めに曲げればいいんだこれ早めに曲がればいいっていう。ごめんごめん、もうバーナス、バーナス誰だ誰だ誰だ、くそ、あぶ、あー抜かれなかったからよかったけど、もうあダメだこりゃ。えキルイヤさんすげえ、マジかよ。えでも HC も結構取ってんな、どっこいどっこいって感じだな本当に。上さんがかなりいいね。マジだマジだってな、マジか。あーどうしよう、どこがいいかな。普通に無難にエレドリとかでいいか。いやまずいよこれはまずいまずい、ほいほい、パクスラ、パクスラか、なるほどね。パクスラな本当に最近走れないんだよな本当にな、普通に言い訳になるけどマジで無理パクスラは。確か本当にな、苦手意識が本当強いんだよねここ。楽しいんだけどさやっぱりミスる確率が一番高いのかもしれないねここ。必ずどっかしらでミスったりさ、こういう風にグダったりしてるからさ、3周とも全部ねうまく走れた感じが。もうハングがいる時点でもうここゴミコースだからな。痛いしおーい、アルパカやめろよもうそういう風にさ死体蹴りすんの。エイトだ、赤スピじゃん、赤スピ何やってんの。えい、待って、アップだ、いつも脳筋でやってるから、そういう。飛び方クソ変だ。トムソンくれ、トムソンくれ、
絶対当たんないやつこれ。よっしゃあ。木野さんね。危ない。ああ、もう、もう、ラグでさ、俺さ、もう、当たっ、もう、被弾したと思ったからさ、前行こうと思ったのに、そういうの本当にしてくるから、本当にもう、イカだしさ、もう、なんなんだよ、これも。ああ、もう。ここでね、サンドリのね、方向迷ったら終わるんだよ、マジで。赤さんかよ、赤セビ。赤セビ大丈夫か？そんなんで上がれんのか？もう。大丈夫か？上がんないと、マジで。ほい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 。キノさん。おいしょ。6位か。微妙。でもやばい、マジで H シードね、キルリアさんとこがやばい。普通に強い。まあでも安定かな、俺らは。そんな感じする。はい。もうやばい。やばい。企画もんだからさ、テンション上がってるけど、ダメな方向に行ってるよね、もう。60度ぐらいそれていい気がする。はい、じゃあこんな感じでね、1グランプリ目は終わりにしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。2グランプリ目もね、ぜひ見ていってください。